どうも皆さんこんにちは。セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今回は1917年から発売されているアメリカの飲み物を紹介したいと思います。でこちらはまあまあ有名なアメリカの飲み物です。それはこちらです。チアワインの紹介です。チアワインって書いてあります。こちらワインってここに書いてありますけど、アルコールは一切入ってないです。こちらにレジェンドって書いてありますね。伝説って書いてあります。 Crafted since 1917、 1917年から作られているものですね。こちらの値段は90セントぐらいですね。日本円で95円ぐらいです。こちらが後ろですね。 Moments of cheer. Your story. The moment you first tried cheer wine. Tell us about it. Cheer wine memory. チアワインを初めて飲んだ時を写真に撮って私たちに見せてくださいって書いてありますね。ちなみに僕はこちら5回ぐらい飲んでいますね。だからもうこれはできませんね。すんごいシュワシュワしていますね。色はこういう感じです。濃い赤色ですね。チェリーの匂いがします。それではいただきます。ほとんどチェリーの味で、少しだけドクターペッパーっぽい味がしますね。すんごいうまい。でシュワシュワ感が抜群で、すんごい半端ない。しかも飲み心地もいいです。かなり好きですね。こちら昔のソフトドリンクっていう感じがしますね。40年代とか50年代のスタイルのソフトドリンクって感じがします。もちろん40年代とか50年代にはね生まれていませんけど、僕そういう感じが結構好きですね。で今見て気づいたんですけど、チアワインの100周年って書いてありますね。これポテトチップスを食べながら飲みたいですね。でこちらウイスキーとかにも合いますね。点数は100点満点です。香りもいいし味もいい。で缶のデザインもいい。全てがいいですね。でもちろん一番好きなのはこの味ですね。ほとんどチェリーの味で、少しだけドクターペッパーっぽい味が入ってるのがいいですね。僕サクランボの味って結構好きなので、こういうサクランボのソーダがあるとワクワクするんですよね。シュワシュワ感もバッチリで、あと飲み心地もいい。これを飲むとテンションマックスになりますね。こちらぜひおすすめします。僕みたいにサクランボが好きな方にはぜひおすすめします。チアワインの紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあね。